がつくなら関わらなきゃいけないのね。うん、がつくと俺に言うということは関わるからね。うん、それなら俺に対応しちゃうか。まあ、そういうことやるのめんどくさくないの？と。書くだけ書いて消す、それで、できた。もしもし、お世話になります。すいません、と先ほどお問い合わせいただきました。ああ、そこそこ、あの物件ですよね。はい、そうです。あ、すいません、03だったからびっくりしました。東京の会社なんですね。はい、そうですね、東京の会社になりまして、はい、でオーナー様に確認しましたらですね、はい、何か商品名とか形とかってあるんですか？ね、自分で作るんですよ。ああ、そうなんですね。はい。なるほど。なんかどんな感じとかって、なんか。おお、自分で作る、そう、あの、ナポリのピザで修行して、はい、そのナポリピザの感じでやろうと思ってるんですよ。はい、だから畳でも2畳分ぐらい、あ、2畳もないかな、そんな感じ、うん、1畳半ぐらいのスペースかな。なるほど、わかりました。ちょっとオーナーさんのところ聞いてみたので。うん、そうですよね。だけど、なんていうか、ほら、地面と定着するのはちょっとあのかわいそうだから、その下にまあいわゆるちょっと車輪を置いて、はい、なんていうか、あの、ちょっと移動できるような構えしようと思ってるんですよ。はいはい。だからそのままこう、まあだけどね、まあ火は使うっちゃ使うんで、はいはい、釜にはしようと思ってるんだけど、釜の一番下には車輪がたくさんついていて、はい、モバイルのなんかピザ窯みたいなイメージですかね。はいはい。それで1メーターかけ1メーターぐらいの感じです。すいませんね、わざわざ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか具体的に進んだぞ、トモキ。どんな形状ですかって言って、自分で作りますって言ったらちょっとビビってたけど。あ、石窯。うん。え、置けるんですか？いや、置けるやろ、全然。今の流れからす。だって1万8000円だからほっとかれてる物件じゃんね。ああ、そうだから競争率低いところで戦うっていうのが大事だからさ。はい。で、今折り返し来たんですか？うん。よいしょ。教育にとって書くということや作るということはどういうことなのか。うん。このことは新聞の担当の方ですか？こっちは書籍担当。あ、書籍担当。書籍に同時にするんや。あー、出版社の方で。そうそうそう、俺の場合はそうね、連載しても、うん、書籍化もで考えてやるっていう感じ。はいはい。だって新聞の連載なんかギャラ安いから、うん、1回2万でしたっけ。1回2万50回やろ、うん、まあでも一応ね、俺原稿料と思ったら、うんうんうん、でその後書籍化したら、うん、自分の中ではペイできる、うんうん。760ページとして、
なんかいつかのスペースで、なんかその京平さんと一緒に仕事した編集者の方が、うん、みんな仕事を辞めてってるというか、そうそうそう、独立というか、今の本もそうだよ、さっきの本。あ、そうなんですね、うん、もう独立して、そうそう、独立して、フリーランスの、うん、もともと一応大手の出版社いて、はいはいはい。あ、じゃあその方とも何回か仕事されてるんですね、うん、これは今度、これはこっちはカタログですよね、うん、もうこれは全部完売したやつ、うん、京平日記。うん、いいじゃん。で、1枚あ、うん、切れてるから、なるほど、うん、760ページだから全部フルカラーで3万3000って安いと思うんだよ。あ、3万3000、うん、うん、それがね、500部、うん、1週間も経たずに完売してるから。ああ、で、これさえやれば出版社も印刷所もビビらずに金もう集まってるから。はい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 。だからもう彼らも安心してできるじゃん、うん、だからそうそう、まあ俺の場合は、まあ、お金集めをわざとその安心するためにやるよね、うん、先、まあ、どうせ後払いも先払いも関係ないから、うん、先にいただいておけば俺出版社たちはビビらずに済むから、うんうん、俺だったら1000部作って1000部売るけどね、うん、これまた追加で作るってことなんですか。いや、作んない。あ、もう作んない。500部限定で。あ、そうなんですよ、うん、俺ノーギャラでやってるから、まあ、ノーギャラの代わりに俺は100冊もらうんだけど。ああ、そうなんですね。俺の場合はそういう感じでやるので、100冊もらうと、はい、普通だとこれ3000だから500部だと165万って言うんで、はいはいはい、だけど俺の場合は100冊もらうんだけど、はい、その100冊はどうや全部絵と一緒セットで売るの。ああ。16万5000円かけるじゃん、はい、はいはい。そうすると1650万。あ、セットで売るんですよ。そう、プラスそのだから絵をつけると1650万稼げる。で、こっち印税としてもらうと165万しか稼げない。ああ、じゃあもう。だからこれで100倍違うじゃん。はい。だけどそのためには俺がその絵とセットで売るっていう労力もかけるんだ。うんうんうん。その代わり俺は自分が本出したら1650万稼げるわけだ。それ考えるとあり得るっていう商売。そういう不思議な商売。そんなの多分誰もやらないじゃん。誰もやったことないと思う。みんな全部分業しちゃうっていうか、売るところまで、そうですね、売るところまで責任持ってやる人いないじゃん。うんうんうん。俺の場合売ることまで全部やることによってその上がりを100倍にしてる、うんうん、これも入れるんだ、面白い。それパスってるんですか。うん、パスってる。ここにある絵って今どれくらい残ってるんですか。今ね、どれくらいかな、でも半分はもう売ったんだよ。あ、もう売れてるんですよね、うん、半分以上。あるよ、そっちの奥の。ああ、あの、うん、クローゼットの中に、うん、クローゼットじゃなくてロッカーの中に。あ、ロッカーの中に。向かいにロッカーがあって、ロッカーっていうか倉庫があって。ああ、そうなんですね。うん、俺の絵が保存されてる。海のお尻、うん、このなんか抽象画っぽいパステルもあるじゃないですか、うん、あのは打つの時なんです。全部打つ。これはまた別だけど、うん、これは象眼だから打つじゃないけど、その時はもうなんか何も見ずに描いてるんですか。その脳内の水彩画っぽく描いてるってことなんですか。何も考えてない、俺が考えてるわけじゃないぐらい。じゃあ水彩ともまた違うってことなんですか。またそうね、水彩のそうね、その 前身って感じ。ここから変わっていく。ああ、PDF 確認して問題一つもないっす。いい感じ。
両面立ち落としで見れるのが一つくらいあってもいいかな。あ、両面で見れるのがあと思ったら一枚あったので OK。OK。象眼制作過程は写真を探してみます。ズームはいつでもいいよ。この PDF のデータを、買ってくれた人に送ってあげるのも楽しいかもね。まだ試行段階ですが、前提つけてつけたら喜ぶと思うけど、まあ無理なく経費それでどうか。仕事がめちゃめちゃ早いですね。だクリスから返事が来ました。あ、クリスメッセージまず送還員、うん、イエスイエス。イエス、マイベストフレンドマイベストフレンドMy best friend, my best friend, everybody, my best friend, everybody, like, everybody likes you, so, you saw.So, they reply quickly, maybe. Okay. すごく良いです。あと8回楽しみ。いい原稿になりましたね。希望がある。Okay, nice, sir.後書き頂戴しました。感動しました。坂口さんのおっしゃっていることを想像でなくて当てはまります。苦しい時シンプルに自分が大好きなことして体を動かして時間を過ぎるのを待ち、抜けるのを待つ、ものすごく大事なことだと思います。ただこの自分の好きなこと、好き持ちの良いことを何かを見つける人が少ないので、そういう時に坂口に甘えて命の出会いにお電話して助けてもらっているかと思いました。一人に頼るのは難しいのですが、坂口さんのお話の仕方や物事の捉え方はとても優しいので、非常に心の伝えになると話は思っています。一つお願いがあり、賞の題字を手書きで揃えてきましたので、文庫版のためのあったかくという文字を手書きデータで頂戴することはできますか。 OK。 で、でもお前金なくなったら俺ん家にずっと住んでりゃダメ、いけそうやん。なんか座敷屋主みたいな。お前別になんか何のスタイルスもなさそうだから、金なくなったらうちや居候で毎日掃除するんです。いいですか。うん、で、何だったら、文庫版のための後書きでしたっけ。うん、文庫版のための後書きって書いてある。
はい、でこれ写真どう、言われた瞬間に終わらせるような仕事をすると終わる。撮ってそれで写真撮って、スキャンとかじゃなくてもう写真で撮ってですね。ああ。これで、追加で、ね、最後の署名も手掛けていただく。で、で、電話来たの、さっきの方は来てないじゃん。あ、ツイートしてた方ですか。文句にも聞いてあげんだよ、うん、おー、なるほど。なんじゃこいつ、だいぶ捨てとんの、またなんか追加でツイートしてるんですか。しかし、あんまり深酔いはしない。うん、大体めんどくさい人は付き合いは大体で、だけどワンタッチするだけでね、うんうん、違うんで。でも基本的にめんどくさいっす、ぶっちゃけ、うん、俺にとってはそんな、そこまでそんな人のなんかぐちぐちしたのに付き合いの、うん、オッケー。それで、あとはなんだっけ、これだっけ、取材もオッケー、
That's so sweet. He will be in Japan as well. Hope we can catch up in Japan. Oh, really? Good.生き物たちはみんなどこかへ、その場所もその人は何とか感じていた。息の音だけ聞こえた。それだけが手がかりだ。そのことでも夜じゃない暗いものが幕みたいにその人の目の前に垂れ下がってきた。その人は感じるものがあって、それはその人の分身が2つだけでなく複数あって、その人の体からちっとも離れなかった。その人たちはその人から離れようともしない。それどころかその人の中で充満して、それが水のように無色透明だった。煙にも見えて、そのどちらにも行ったり来たりして、その人は自分のことなのに、天地創造の瞬間でも見ているような気分だった。崖なんてないのに、高さを感じ足がすくんだ。一歩も動くつもりもなかったが、足は勝手にぬかみの中を進もうとしている。その都度、その人の顔には滝水の中をぐくぐるように飛沫が上がり、跳ね上がった水滴はまたぬかみの中に落ち、水滴たちはふるさとに帰ってきた時のように歓声を上げた。その人は眩しかった。雨の後だったのか、雪が降るほど寒くなかったのか、暗闇の中で目を閉じようとした。雲が浮かび上がって輪郭がその人を捉えた。針裂け状に雲が動いていて、その人は目を閉じたまま雲の動く様を見ようとした。どちらも同じではなかった。しっかりと雲が動いている。その人を誘導している。太陽も出てくる気がないのだろう。それなのにその人は眩しさで先に進めなくなっていた。体行くと効かない。止めようとしてもどの神経を触ればいいのか。一気に押し寄せた内臓の中の液体は白い液となってその人の口から逃げ出し、漏れ出し、火炎のように熱を発し、唇をすり抜けた途端、挨拶もせずに消えていなくなった。どちらの目が見ているのか分からない。その人は椅子に座っているようにも感じた。頼りない明かりがポツンポツンとトンネルの内側のコンクリートをぼんやりと照らしている。首を振ると2人ずつ消えていった。それはその人の明かりで、そんなものでまぶしいわけはなく、わけがなく、そんなものでまぶしいわけがなく、気づけば椅子だけでなく座っているその人もいなくなった。それでもまぶしい。まぶしさは強度を増し、垂れてくる雨水のようにその人の屋根を濡らし、天井は必死に崩壊しないように踏ん張ることしかできなかった。天井から埃が小さな砂粒が落ちている。その人は生き埋めになると覚悟した。それでも構わない。元はその人だってそうだったのだ。元に戻るだけだ。息もせずただ黙って、誰が通るわけでもなく洞窟の中に閉じ込められるわけでもなく、その人はただ固まっていた。怖くもなんともない平気な顔でいた。そのうち天井板はゴムみたいに伸びきって、その人の頭の上にまで届きそうになった。砂まみれになったが、顔だけでなく全身が、その人だけでなく周辺まで、砂はその人を閉じ込める気だった。逃げ場はない。明かりはすでに消え失せていて、手を伸ばしてもその人がいる場所は未だに見えず、その人はいつまで見えていたのかも忘れてしまっていた。目がえぐられたのかもしれない。痛みすらなかった。頭のてっぺん、髪の先にまで天井に近づき、体のほとんどが砂で埋まった。口の中にまで入り込み、鼻の穴、耳の穴、毛穴に至るまで穴という穴、その人の中にある隙間という隙間に忍び込んできた。諦めることには慣れていた。それでどうってことはない。息が吸えなかろうが、その人は生きることを疑わなかった。重さできしんだ天井が割れると、砂が洪水のように、土砂降りの雨のようにその人の体全身に向かって落ちてきた。皮膚の感覚ももはやなく、その人は砂の一部になったと思ったくらいだ。その一粒一粒に体なんか全て忘れてしまったかのように笑い声を上げながら別れを告げ、それぞれに見えている逃げ道をその雑草で覆われた獣たちが通った後の道を振り返ることなく、歩けもしないのに進もうとし、溺れているその人を置いてくぼりにした。息はすっかりできなくなって、肺の中の空気をちびちび飲んでいる。体は勝手にその人の血液を使って穴を掘り、縄で縛ったその人を引きずっている。水はその人なく無視して、静かに波紋すら見えない。それは静かな湖の水面のように見え、胸がかかり足が分生している。その人は穏やかな気持ちになった。皮膚は砂で擦れ、擦り傷からは滲んだ血がひっきりなしに流れ、砂を赤く染めているというのに、その人は寝椅子に座ったまま米の上を鳥がしていたようにじっと眺めていた。黙って眺めていた。そこまで
そこでは何もかもが見えた。視界には何もなく空虚そのものだったが、その人は構わず眺めた。外では息すらできず。その人は死んだも同然だってもかかわらず水の鳴る音がした。生き物が水面を歩いたのか、その人に気づいて逃げ去ったのか。朝も昼も夜もなく、生き物たちはみんな全てを放り投げてどこかで身を潜めていた。その人は体を起こした。外では砂が口の中にまで入り、唾液で溶かすわけにもいかず、食道を果ては肺の中にまで侵入し、その人は石のように硬くなっていた。それなのに水面を動く波紋は少しずつ大きくなっていく。小さな波は撫でるように水面を軽やかに滑っていた。石化したその人の皮膚の上を流れる血はどこかを目指しているわけでもなく奔放だった。波紋は気づくと皆湖全体に広がっていた。もやは晴れ、その人は水面の模様に起伏のある地形を感じ、鳥のように飛びながらデコボコした表面に沿って動いていった。虫がいたが食いつく気にもなれず、空腹は限界を超えていたはずだが、何も食べようとはしなかった。何も食べようとしなかった。むしろ食ってみろ、肉片を食いちぎってあらゆるヒナに分けて回った。波紋の一番外側の円は湖の端まで到達しても気にすることなく、足の群れを、押し倒したらひたすら静かに湖の岸辺まで揺らした。波紋はしまいに横たわるその人の寝室の足をも飲み込んで、そのまま遠くの森、その奥の町まで向かっていった。水圧で押し倒すこともなく沈黙のまま、人々はまだ眠りについている。誰一人気づいていてすらいなかった。息苦しかったその人はこの光景に見とれ、寝室の上から辺りを見回した。爆弾で落ちたような音が聞こえたが、それは山の向こう、もしくは目の前の砂嵐。生き埋めになったその人の悲鳴耳鳴り、物質の無数の衝突だろう。粘液を分解し動物の骨を腰から外すと、その人は粗末な小舟を作った。その人はただそこに浮いていた。全て沈んでいた。これはその人が見ているもので、その目はその人の現状を忘れさせるための麻酔に過ぎず、その幻はどれも輪郭がおぶつかず、少し目を離した隙に破裂するように泡となって消え、もやと町の区別すらつかなかった。ただ眩しさだけが、痛みもなくその人を追い、その人はただでさえ閉じ込められ、水よりも砂の人間、ほとんど石化した生き物に過ぎなかったが、動向だけは少しの変化も見逃さなかった。小舟の上でその人ははたと気づいた。見えている、その人は今見えている。たとえここは幻であっても、その人の中の者たちが見ているまやかしの世界、波紋の一つ一つ、全てを飲み込む怪物、静かな息一つで皆殺しにするこの恐ろしい変音を、その人は今見ている。それに気づいたその人は小舟に乗ったまま上を眺めた。その人は眩しかった。眩しさはその人を知っているような顔で見た。その人は太陽なんて遠に忘れていた。ここにも眩しさがあった。光なんてないのに、臆病な光はどっかに去っていった。その人は笑う気もなれず、それでオロオロすることもなかった。そう言いながら怯えている。文句を言ってもどうにもならず、探し求めるものはどれも穴に落ち、濁流に飲み込まれた。この湖もまたそうやってできたものだ。光は水底でぐっすり眠っている。宝箱じゃあるまいし、迷信ですらない。それなのにその人は眩しく、目が痛かった。つむったままのまぶたの裏で何事が起きたのか、その人は頭が真っ白になった。波紋は入れたまま止まっている。小舟はその場でただ呆然としている。上を向いてその人はゆっくりと目を開けた。星はとうの昔に全て爆破し、散り散りになっていた。自ら死を選ぶ者が無数にその星の中で暴れたのだろう。苦闘の面影すらなかった。何もなかった空は青ですらなく、空なのかどうかさえ怪しい。信じるものなどなく、それでも構わない。その人はただ上を向いているだけで、何かを求めているわけではなかった。この眩しさはどこから、光はどこかから放たれたものではなかった。光源などなかった。あらゆる源は詰まっていて、便秘の大腸のように腐臭が漂っていた。それなのに湖はどこまでも穏やかだった。目を開いたその人は体が熱くなっていた。体内の器官がその人とは関係なしに歯車のように動き出している。死体のようになっていたその人の錆びついた指先の爪は真っ赤になった。波紋はまだ町のその向こうへと伸びていこうとしている。どこまでも見渡った。上を向いているその人は目も使わずにその光景をありありと感じ、そっとしてもいいと思えた。体中の痛みが目を覚まし、眩しさを目がけて動き出した。ウジ虫のようにそこら中で湧き、光を求めて他の痛みたちを踏みながらはしごもない、階段もない、崩れやすい土でできた井戸のような食堂を這い上がろうとしている。そんなバカなことがあるか。その人は笑おうとした。死刑は柔らかくふやけており、油断した途端に3本ほど奥歯が舌の上に転がった。それを食らう痛みたち、唾液と共謀し、その人に反乱を仕掛けている。もぬけの殻、崩れ切った古い城壁、その人の体は粘膜がただれ、彼らのやりたいほどになっていた。流れている血は山を流れる川となった。葉の岩、毛は一本一本のそびえ立つ樹木となって根こそぎ倒れていった。唾液でブヨブヨとした土壌、地盤は天変地異を持たずにとろける沼となって、やけどした兵士の声のように息は痛みたちの酸素となって薪木を燃やし続けた。
その人の体はただ崩れていた。太陽一つないその空を見て、雲などかつてあったのかすら忘れた。青でないただの空気の塊となった空を見ながら、小舟の上のその人は眩しさのあまり後頭部から受け身もせずに倒れていった。味方などいなかった。求めてもいない。言葉を交わしてもその言葉、その交わした言葉を知らないし、使い道もない。そもそも通じることがない。時間は存在しないのだから、見えない場所で、どこの誰の輪郭が意味を持つのか。闇は世界を照らさないだけでなく、目の世界そのものをなかったことにする。人々はすでにあったことを忘れ、闇に服や髪を引っ張られては色のことも忘れ、口を開けることも忘れた。耳を自分で削ぎ落とし、それで痛みもなく、泣くものもなく、ただ淡々と闇と混じった。その人もまたそうだった。空と地面を見るまでは。松明で照らすことをせず、その人は食堂の食べかす、栄養素がなくなったその何でもない魚の骨を粘膜に刺したままブランブランと、ただ時間もない静かな暗さの中で浮いていた。空と地面を見るまでは。関節を動かし、かつて機械であったことを思い出したのは、何もその人の意思ではなかった。そんなものは噂話に過ぎない。小舟に乗ったその人はただ両手を投げ出し、足は2匹の蛇のようにスルスルと湖の中に戻っていった。すがすがしさすら感じたのは雲一つない空のせいだった。もちろん暗さは一段と黒に上塗り、その人を吐き出した唾と一緒に黒を塗りたくった。黒の中の青、青の中に濃い葉っぱのような緑が見えたかと思うと、その人の目は観察することを思い出した。過ぎ去っていく風景と並走せず、ただその緑、その中に滲む紫、混じっている灰色、赤の濃いドロドロと濁んドロドロとよどんだ血液、その底に群がる獣たち、見たことのない毛むくじゃらの息をする毛だもの、骨もくすんだ灰色、煙突の濃い茶色、派手洗いの濁りきった灰色、画家の水、その水さえ飲ませろと自分だけでも生き延びようとする群衆、その一人一人の髪はその人の黒と同じように何度も迷い、行き先を失っていた。その景色の中にひときわ目立つ歩く者がいる。人間ではない。動物園で見たこともなかった。その人が昔住んでいた森で一度だけ見た鳥のような四足歩行する猿に似た。皮膚は毛を失い、つやつやとぬめりがあり、足元まで垂れている。その人は生き物が幻であることがすぐに分かった。どうせ見えない。しかしその人には見えていた。彼ら生き物たちのぬめぬめした足跡には色がなかった。今、その人が見ているものは全て暗闇だった。その人が知っていたはずの色だ。寝転がっているその人は、眩しさがこのぬめりから発せられた波のようなものであることに気づいた。遠近法を忘れた目は目ではなく顕微鏡だった。まだそんな機械が残っていたのか。作り出されたものは跡形もなく全て地位となり、そこら中の砂と混じり機能を忘れ役目を終えていた。しかし亡霊はまだそこにいて、その人の体の中でくすぶっていた。本来の方法を見つけたかのように養分なんか一つもいらない彼らは、その人の中で拡大する何かを待っていた。眩しさは彼らが感じたもので、地震系では知覚できない繊細な明るさだった。明るくなんかなかった。辺りは真っ暗で、その人はどうにか風景をこの目で見ようとしたが、どれだけ待っても目が暗闇になれることはなかった。目が呆然としていて、自分が何者だかわからない様子だったか、目は何かをすっかり忘れてしまっていた。それはその人の忘却ではなかった。その人は水浴びすることもなく、水浴びすることなく眠ることにした。とこと続くな。その人は水浴びすることなく眠ることにした。まあいいか。それなのにその人は起きていて、その人の外にいるその人はただ見えない道を歩いていただけに過ぎない。しかしそれはその人の意思とは別の、これは意思ではなく信号の受信、残骸たちの叫び、声にならないあの世、こちらではない者たちの嘆きが作り出していた。その人はそれでも構わなかった。どちらにせよその人はたった一人だった。村人たちは声を荒らして呼び、風速を感じ恐れた。隠れても結局は熱を浴びて助けを求める格好のまま火から見て、その場で灰、炭となっていた。その人にとっては災害は日常である、生活そのものである。それもあって粉々に砕けた破片たちは苦しみを生み出しながらも感情を覚えずにはいられなかった。後に彼らがそこらに散らばるものだけで結束しようと試みたのは仕方のないことだ。彼らはすでに感覚器官を作り出すことに成功していた。ぬめりの眩しさはそうやって知覚されたものだ。そうではないと笑う者が例えたとしても、その人は一向に構わなかった。その人以外誰もいないのだから、これは作り出しているわけではない、まがいものではない、知覚することができない。眩しさをその人が感じ、それがその人の目が潰れたとしても野戦病院もなければ薬一つ携帯していなかった。その人に休息はなかった。そもそも休息は不要だった。その人は治癒するということを知らない。切り傷、振り傷、打撲したのか、あざがないところまでうずいている。この時にはすでにその人の一つの現象、つまり自ら作り出した身から出たサビというであると思う以外何ができるのか。その人の目はぬかりの前で匂いを嗅ぎ、その人は眩しさで生まれた瞬間のことを思い出した。嘘だ、全て嘘だ。その人には故郷もなければまだ生まれてさえいない。
それなのにこの空と地面だ、笑うこともできなかった。今更何をすればいいというのだ。もはや諦め、望みすらなければ失うこともない。それなのに目には渡り鳥の集団のごとく、方々から眩しさたちが子供のような顔で戻っていく。その人の体の中には無数の機械の破片が散らばっていた。眩しさは痛みを伴う。それなのにその人は回避しようとしない。それは盗作でも何でもなく手がかりだった。その人は前に進もうとしていた。散らばる破片たちはその人の意志の身代わりだった。眩しさだけが大きくなっていく。その人は横になったままただ黙って眺めていた。掃除機みたいに目はそれを一気に吸い込んだ。その人は配線だらけだった。電柱だの銅線だのいくつもの管がその人の肉片を這いずっている。毛穴はほじくり返され、目玉はどんどん肥大し、眩しさまでをも吸い込み、その人の天井は轟音とともに突然割れた。一斉に何かが内側に流れ込んできた。太陽は一つもないのに光であふれ、針を刺して開けた目玉の穴にも空気みたいに光が流れて、ここだ、最後だけ間違った。光であふれ、針を刺して開けた目玉の穴にも空気みたいに光が流れ込んできた。最後眩しさが光になった。その人は叫んだ。もちろん声にはならなかった。空は真っ暗で湖は静かなままだった。それでもその人の内側は砂で埋まり、地面の上にいる生き物たちは元気に水を飲んでいる。小舟の上のその人は叫び、黙ったままその人はぬかるみを歩いている。体は腐り始めていたが、その人は元気だった。たびたび転んだが、小舟は嵐の時でもゆったりと浮かんでいる。スキップをした飛び上がった。骨が折れた。それでもその人は笑っていた。終わり。これは柴田元幸さん宛てに送った。柴田元幸さん、うん、あの翻訳者の。ああ、これが短編。うん、短編。その人で、これをもう送っちゃいます。編集者に送る。直しは一つだけでした。こちらです。お願いします。あとは音楽のように流れていたので、意味はわからないけど、イメージはあふれ、なぜか全文読めちゃうという不思議な短編になったかと。小説書くときももうなんか全体の設計っていうか、なんか大体のない、ね、もう本当に俺の場合は全体設計っていうのがもうあらゆる人生すべてないから、ね、うん、ないでしょ人生。うんうんうん、かわいい、オッケー。なんかすごい表現が正しいかわかんないんですけど、うん、なんかあの AI 生成アニメーションってあるじゃないですか、うん、なんかあの前の画像を受けてどんどん変化していくみたいな、うん、なんか ああいうイメージをちょっと思って聞いてて、なんか、なるほど、なんか、こいつ山村さんのプライベートとか出さない方がいい。あ、わかりました。ついついね、編集者でもみんな俺に反応しちゃうんだよ。正直言っちゃうそれ、二十歳の女子大生、
にしたら。アニメーション仕込みだ。ピカビアの初期作品で下手な下手な風景がみたいな絵があるんだけど、いやそれめっちゃ好き。参考になるかも。ピカビア、ピカビアランドスケープとかで検索すると出てくるよ。こうね、適切にちゃんと伝えてあげて、うん、次に見るべき参考文献、うん、そういうのが多分俺はいろんなことしてるおかげで、はいはい、多分できるやん、うん、だから俺がやるのは多分そういうことなんだ、うん、今でもその絵を送ってくる方からのメールですか、うんうんうん、I've been bipolar disorder over 10 years without medication. It's seasonal term. I was depressed from April this year. I feel it will end soon, and I'm afraid I will be highly emotional. Okay, next time you are high, so quickly, you call me.よし。これでゲラも直した。ゲラも直したからリツイートするなんか基準とかってあったりするんですか？一応内容を見て、うん、見て、うん、なんかこんな、いや基本的にめんどくさい人はしないけど、ひたすらでする時もあるけど、うん、すごいよねみんな、いろいろ面白い人いて、うん、1時だから。
うん。僕は小さい頃からいつも何か作ってきた。その反対に僕はどんな本にもテレビにも映画にも漫画にもゲームにも夢中になれたことがなかった。それはいつも誰か他の人が作ってきたもので、いつもその人の世界に馴染むことができず、漫画を夢中で読んでいる同級生たちを見ながら羨ましく思ったものだ。僕は何か好きになることができないとすら思ってきた。本に興味を持つと3ページ以上読むことができず、本の形を研究し、紙質、ハードカバーの作り方を研究するために本を分解し、しおりの挟み方、のりの塗り方、挿絵のレイアウト、印刷ののりみたいなことばかりが気になり、つまり本の中身ではなく、本を自分が作るとしたら、ということしか考えることができなかった。そう、僕はそれをダメなことだと思っていたのである。僕は何かに夢中になることができずに、ついつい自分で作りたくなってしまう。だからいつまでたっても僕は小説家になりたいわけでも、画家になりたいわけでも、音楽になりたいわけでもないと思ってきた。中途半端な人間だなと思ってきた。でも不思議なことに、周りにいた芸術家になりたい才能のある人たちはもうすでに作ることをやめて会社に勤めたりしている。中途半端な僕はまだ今も毎日何かを作っている。未だに人の本を読了することすらできない。人の本を読んでいると、つい自分だったらもうこう作るなと思って、もう5分後には自分で執筆を始めているからだ。これが僕の方法なんだと気づいたのはここ数年だと思う。これが僕の方法なんだと気づいたのはここ数年のことだ。ずっとこの僕の不思議な癖は自分の欠点だと思っていたのである。それは元気な時の僕の毎日だ。一方僕には嘘つ病の僕にはうつの時がある。その時は一歩も出れない、窓は閉め切り、カーテンは閉め、家族にも会えず、一人で洞窟のような書斎にこもりきりになる。こもり。その時、どんな本も、テレビも、映画も、漫画も、ゲームも、助けにならない。気が紛れた。どうしても、本のせいぜい持って1時間くらいである。その後、また絶望的な思考時間に戻る。時間に戻ってしまう。これが恐ろしくて仕方がない。このまま向き合ってしまったら死ぬかもしれない。恐ろしくなった僕は何にも好奇心もなく、思いついてもなく、そもそも創造的ではなことを一つも考えられない状態なのに、とりあえずパソコンで何か原稿を書いたり、鉛筆で絵を描いたり、ギターを弾いてみたりする。自分で何かを作るとは、次が全く想像できないことであり、それは既存の誰かの創作物を、味わうこととは全く別の感触がある。何もわからない。だからそれは歩いたことのない道を歩くことと変わらない。それは緊張することであり、
先が見えないから。時間との付き合い方もいつもとはまるで違う。待つことはできず、予測することもできず、とにかく必死で時間を過ごすことができる。つまり死ぬことから抜け出すことができる。完成した作品を良いとはとても思えないが、それでもなんとか時間を過ごすことができた、できる。しかも1時間ではなく何時間も作ることは、過ごすことができる。つまり作ることはこの絶望の時に初めて僕にとっての救いの行為なんだと気づく。文章を書いたり絵を描いたり歌を歌ったりと何でもやる理由はこの絶望の時間を過ごすためのバリエーションをとことんまで広げようとしてくれていた僕、幼少の僕からの贈り物なのかもしれない。僕はあのよくわからずに毎日人の創作物を味わえずに何になるのかも考えず、ただひたすら物を作品を作ろうとしていた素直な幼少の僕に心からの感謝を伝えたい。人生としては何をしているのかよくわからない人になってしまったが、それでもあなたは私を救ってくれたのだと今の45歳の僕は自信を持ってあなたを肯定する。終わった。乗ってきたね。そうですね、 3本書きましたね。その日しかも15分くらいですかね。そうなんだよね。うん、3回。しかしこれ文字が多すぎんだと思う。900字セッティングだけど、うん、うわ。さあ、どれぐらい新聞社が削ってくるか。OK、それか。象眼の制作過程がいいのか。象眼を始めた頃を思い出さないと。いつ頃だっけ。
月からだっけ。これ結局ツイートが俺のあれになってんのよ、うん、そのアーカイブに、アーカイブに、うん、2020年22年の10月に始めてる。うん、象眼ですか。うん、象眼ってあの埋め込み式のさ、うん、もしもーし、なんでこれない。これは何だ。暑くないの？聞いてるこれ。ちょっとそうですね、暑い。次行くよ。ひらがなでさ、英語答えてさ、向こうで英語で返してくる。めちゃくちゃない。ひらがなで英語書いてる。そう、全部ひらがなで。You can wait next time, it's nice. I've been bipolar disorder over 10 years without medication. It's seasonal storm. I was depressed from April this year. I feel it will end soon and I'm afraid I will be highly emotionally. Okay, next time you are high. Quickly you call me try. Okay, I will try it. You can wait next time, it's nice.カタカナ、カタカナで OK。 ありがとうございます。ございます。発送完了。よいしょ。さてさて、行こうか。行きますか。12時半ですね。うん、さて、全部終わったか、これで。よっしゃ、よろしくお願いします。さあ、OK、ゲラも直し OK、短編。私は明日8月31日1時から大丈夫。 OK。 明日8月31日、なんだっけ、1時、明日だったら4時以降かな。明日だったら午後4時以降
OK かな。OK になれたな。気が付いてね、ちょっと。山ちゃん、だいぶ細かい。そこは、表情でさらっと、直してあげた方がいいかも。舐めると面倒くさい。OK よっしゃー、そういうこと言えるしね。 OK、 問題はないかな。 OK、 仕事ください。待ってか、知らん、仕事ください、うん、どう考えてもこの展開でお仕事もらえんよね。俺だって自分でやる方が一番早いじゃん、ね、どの流れで来たんですか。いやいや、わかんない。なんだっけ、青、目標、なんかな。さあ、あと7回で終わるぞ。頑張ればもうあと3日くらいで終わります、うん、また100万ださあ、打ち上げ行こう。そしたらしゃあ、じゃあ行こう。それで帰りに、あれだ、絵をね、一回引き上げたいから、まあ一回それ後でしょ。絵を、あ、ちょっとコップだけ、ちょっと水浸して。もう死ぬなら大学受けるのやめな。つまんない大学行ったらもうつまらなくなるよ。いや、そう思うけど、わかんないけど、それで死にそうならね。いや、もう頑張れるなら頑張んないの、大学行って。その大学で勉強したいことがあるのであれば、その就職のために大学行くとかも絶対無理やで、そんな嘘や、そんな絶対うまくいかんもん。ちゃんと考えないと、ちゃんと自分で人生かけて考えないと、な、本当に何をしたいのかって見えないときもおかしいじゃん。それは大学行くしかない。獣医になりたいんだから、じゃあ獣医学科頑張ってね。これはポルシェですか。ポルシェです。安物ポルシェ。
から一番だった。それこそ1960年代ぐらいまでずっと。ここがその江戸時代の時の一番そのメインストリート、オフィシャル系のメインストリート。一本向こうがあのもうちょっと商業的なメインストリート。その間に門があった。熊本ってそういう京都と同じだからそういう町の都市計画のまんまない。左に長崎自動車道。で大正時代夏目漱石が来た。でここ俺の暮らし。ああ暮らし。ジュエリーショップも同じですね。ちょっと今ね、ドキュメンタリー映画を撮影中で、あなたの声が映っちゃうかもしれない。それでも問題がなければ聞こうかな。問題があるならまた後で電話してもらった方がいいかもしれない。うん、いいよ。どうした？そう、そう、そう、あ、そう打つなのね。オッケー。うまっ。躁鬱で今のその状態ならまあ鬱状態ってことだから、今はゆっくり休んどき。今焦らせてもしょうがないから。はい。でまあ
寝とくことができないんよ、そううつって。はい。だからもう夢中になるしかない、何かに。で、何かの夢中に なれるかってことない。何か夢中になれることを思ってないと死に近づくから。え？何もない？何もないと死ぬことに近づいちゃうから、何かあった方がいい。何でもいいから作んな。ちっちゃい頃から夢中になったこと一回でもあるやつなんかない？塗り絵とかさ、何でもいいから。え？ない？そこないってその断言しすぎんなよ。それを断言しすぎるとちょっとめんどくさいから。何でもいいから、ちょっとしたこと。なんかあるはずないよ。だって元気な時はなんかやってるでしょ。それで完結するから君です。ちょうどドキュメンタリーちょっと撮影中で NHK のいいっすか、はい、でも多分企画通らないっぽいんで多分ちょっと今頑張って通そうと思ってまあ通らなかったら YouTube でいっぱいあるね。なんなのそれ。いや。お、これあるじゃん、独身者の機械。名作ですよ。また来るね。
あ、ゆうさんは熊本初めてでした。初めてです。あ、これ日挙兵日記の時も、あ、そうか、この前初めてパステルも で、皿洗いで無償でいいから皿洗いやらせてくださいって言って、おお、それこそ、それからそこの店ちょっと行っていいですか。うん、面白い。なんだっけ、砂糖スタリー、一人で行くんですね頑張ってくださいね。え、名店スタリー。いやいや、めちゃくちゃで、ね、あそこは那覇ってないですか。はい、うち、自分で自分で行ったのはここで。はい、どうですか。あ、くだった。あの、サンタルチア通りっていう有名な、じゃあここだって、あとここは、ここはトスカーナで修行したところなんで、こっちはもうピザ屋です。こっちはピザ屋です。こっちはもう行ってみてもいいと思います。ただ、自分で持った時の師匠はもういないです。いない、いない。もうそこのピザで、なんだって、サリータでダメダメだって言われたら、すっごい、ここ行く。写真撮った人、写真撮った。ピザいっぱいあるんだもう、飯だけ買わせてもらえればいいんで、ね、行かれません。撮影しても大丈夫になった。ちょっと京平さんの今密着をしてる。あ、密着です。すいません、ありがとうございます。はい、すいません。どうしてそんな、あ、すいません、よかったね。いや、これは普通にマルゲリータよ。マルゲリータ食べたいです。はい、マルゲリータと、じゃあちょっとカルボナーラでも行ってみる。ちょっとおはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、普通にこれラザニアもめっちゃうまいよ。ラザニア、うん、じゃあラザニア、マルゲリータ、あとはこれツナとアンチョビとかいってみる、うん、ハチミツかけるの、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、マルゲリータとラザニアとクワトロフォルマッチ。蜂蜜つけますか。お願いします。ドリンクがついてきますか。お肉ですか。ドリンクがついてきます。お肉ですか。お肉ですか。何がいいですか。アイスコーヒー。僕はコカコカ。はい。どれ先にお願いします。あ、お願いします。先に。はい。あ、コーヒーミルクシロップいかがでしょうか。お願いします。あ、シロップだけで。どっちもいらっしゃいます。はい。香りが伝わってきたね。明日9時に俺の師匠の狩りを俺が受けるんだ。明日から9時か、うん、師匠の息子さんがやってる。おしかも明日多分東京から狩り受けに行くんだ俺の。受けさせてくださいって言ってきて、これ命の電話に出られた方。いや、あ、なんか命にもかけたことあるっぽい。うん、
ベルって感じだったので、ここは。ね、熟成できたらあれを作るんだから違うちょっと時間見せてもらってきた見てもいいです。ごめんください。ちょっと2月もいっぱいにサポートもらえて、ここからご褒美です。なんか今 YouTube なんですけど、なかなかこう、はい、翔平さんが難しかったでしょ。最終的な OK がなかなか出ない。全然大丈夫。あ、本当ですか。すありがとうございます。名前があります。名前。はい、もうそろそろ熱いしにどうぞ。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、ありがとう。Thank you。 ありがとうございます。いや、食べよう。ラジオマイッチャー。えい、うん、おいしい。見習いだから500円。でも前働けばいいだけだもんね。しかもまだ変わんないじゃん。全然いいっしょ。1万8000円。
で自分の家も賄えるわけで、基本はもう、なんかもう全国的にもう冷凍ピザで売ってます。もうでもちょっとずつ流し入れてきたからそこで、ありがとう。危ない？うまい。守ってて、こういうのが何店舗もないんだけど、全方向に渡って1店舗ずつ本店があるって感じ。まあいいうっすら終わりじゃん。明日はスーランパーじゃんねんけ。明日は朝一で帰る、うん、じゃあ今日の夜食べたいなと思って、食べてきてない、どれがどれわからないですけど、多分これが多分コーラ、全然焼きそうじゃない、ま、もうマルゲリータだけで絞って、もうマルゲリータを今回学んできて、完璧なマルゲリータを焼けるように。北海道チーズもあるし、だから自分でそのナポリでヤバいチーズ見つけて、そのチーズと似たのをチーズ、まあ、次チーズ製造会社の北海道で回って、で研究を、もうこれだけやることがもうたんまりやろ、毎日忙しくなるマジで、マジでなんか休んでる暇ない、それが俺の人生。だって何が忙しいかも、もう訳わかんないじゃん。でもなんかめっちゃ忙しい。はい、もしもし。ちょっとした。ペパンでにお届けください。すぐ来ます。それは10個休んだな。それぐらい自分で考えなさい。さすがに俺そこまでは分からんね。それぐらい自分で決めるんでしょうね、それを決めると自分でも分からんくなる、そこは自分で頑張ってそうそう、だから自分がやりたいようにやるんだから俺は死なん、俺は命令もしたくないし自分で決めるの、でもそっから自分で決めれるのか、自分で責任持てるじゃん、食べれるの？全部決めないでしょ、そう、あれもあるじゃん、3年食べれない、全然決めない、世界で完全に3回食べればありますか、あ、思いました、ただ大丈夫です、ね、このままで、ね、最後この味で。
みんな見たい。うまい。ラザニア初めて食べた。思わないな。ドミノピザ、ドミノピザでよく見てんの。前が見えたら、どう？この店舗は。月くらいぐらいそうなの。月に300個あげてんの。店舗では行ってないと。これなんじゃ？クワトロホルマン。クワトロホルマン。じゃあ初めて出かける。はい。なんかまずいじゃん。うまそう。なんかもともといたとこは潰れて、うん、近くの隣の店舗に移籍して形になったんで、うん、ちょっとあんま稼げてないですね。まあチェーン店だからね、その他の。うん、甘じっちゃう。うん、すげえ。マジなんだ。ありがとうございます。うん。うん。最高じゃん。チーズに蜂蜜かけるピザが一番好きなんですけど、めっちゃうまい。うまいし。ドミノピザもあるの？ありますよ。どう？ドミノピザではピザを焼いてたんですか？いや、デリバリーです。あ、デリバリーです。焼いてました。焼くはやらせてくれない。いや、出るんですけど、なんかあんまり緩めてる。そんな、なんかめっちゃ忙しい時は、うん、ちょっとトッピング手伝ったりとか、うん、その程度で。このデリバリーした。うん、なんかこのセットで予想するね。マルゲリータ、ナポリラザニア、パテルホルマル、むっちゃ北海道の最高な蜂蜜付きで蜂蜜とチーズで冷凍で見てる。予想じゃん。消せそう。これ見つかるんで、これ1000円。うん。今、たまたま行ったら、小さい子が入ってて、で、これが回って、なんか、買い物と思って、なんか、まだ行くんだけど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 、でさらにナポリ経験しておくと全然違うから。マジで90日でもう全部学ぶよ。もうぶちかけて全部だからやっぱ焼かしてもらえるとこまで行かないと。
とにかく全部回って抱くのを教えてくれ。もしかしたら店じゃねえかも。なんかおじいちゃんで、うん、自宅で家にあるじゃん。それ探すしかない。だから聞きたい英語、イタリア語全部覚えてない。なんかちょっと萌えちゃんのとこに相手に行きたがってあったのね。娘にも、中学で行こうと思ってたんだけど、もうあれお金も大変だし、もう3日の日に時間がもしあれば、っていう。私、母ちゃんがいれば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 、ピザ窯作れそうな90平米平屋建ての一軒つけた。でも立川とかしかも家賃1万とか海外なんそこで、まずは全国の皆さんへ、ダッピーピザ職人が500円で、で冷凍マルゲリータピザ窯で手作りピザ窯で焼いたね。手作りピザ窯で焼いた絶品、マジで絶品ナポリピザ、マルゲリータ、レイトで1枚500円で販売する。1000枚で1000枚で50個持ってる。1ヶ月2000枚まあでも1ヶ月1000枚売れば十分でやっていけるもんね。そうですね、うん。すぐ計算好きなんか温泉があるところ何に飲むか温泉とたくさん一回送り迎えしてもらったのね。あの時から車で違った。余計なことしなくていいからもう車でほらあれはってもらうから100円で1枚だけでも自分でやるからマルゲリータを1回やらせてもらう。2日の日もお姉さんたちと八王子の子が栄養体のために2店舗行った方がいいのかもしれない。みんな泊まって朝晩夜晩で手伝って、じゃあどっちも味試せるね。これでそこに泊まってみんなあ、言われたわ。金はないだからもうもらうしかないわけ。3日の朝からもうあれだから不安で本部さんはもう痛むというところに一緒に行くのか。いや、こっちだけどグラグラ何するか10月です。お母さん娘のところに姉ちゃんうんもうそういうのうんもう生まれたりするわけだからもらったの2人がしっかりさあのもう様々にもう行くのか18枚、うん、楽しみだ、うん、まあ失敗しても素敵な思い出しか残らない、うん、その展開さえ持っていけばさバッチリ
私も一緒に連れて行こうと思うのはお兄ちゃんだけど、やっぱりお客さんに。そうか。休めだし、お兄ちゃんは、ふらふらとお父さんとお母さんとあれが。左を。お兄ちゃんに写真持たない。適当に水ちょっと送ってほしいな。でも、お兄ちゃん送ってって言ったら、お兄ちゃんが一番、また送ったんですよ。来月に行くんでしょ。来月行くんですか。そう、富山行った方がいいね。おかげで。おかげ。いや、行きたい。ちょっとやっぱり行ってくれた来てくれた。俺が見たよ、うん、見送りは絶対に行きたいと思ってて。日々なんかこの映像日記じゃないですけど、なんかその iPhone でなんか撮ってなんかそれを残しといて、あ、そうですね。あ、でも全然文章の方が好きなら、あのね、ピザはトルコのピデ、ピデっていうそのパンがイタリアン伝わってピザね。スタートトルコ、トルコじゃあもう一回繋がった。なるほど。エスプレッソもトルココーヒーが元だ。イタリアとはいろいろ近いの。イスタンブルチェックだ。なるほど。よかったです。今、明日の4時打ち合わせ。では16時からカタログ映像ね、打ち合わせ。なんか動画撮ってきてもらって、ね、ゆうさんの方でこうなんか上げたり編集したりするのめんどくさかったら、その素材をもらってまたもうなんかアップしていくとか。動画どうもう本当に日常歩きながら撮ったりとか、まあなんだろう、ちゃんと記録の残しておけ。で教えてもらった。2分20秒で収まる、もう X6 でいい。ピデ、ピザだ。なんならトルコでね、ピデ研究もありました。ピュア。焼くまで行くしかないだろう、修行もお願いして取らせてくれるもん、できるから。ああ。まあ、別になんかドキュメンタリーという意味じゃなくて、こうなんか勉記録として、何したか、うん、
まあでも全然負担にならない。ごちそうさまです。ごちそうさまです。うますぎました。うますぎました。じゃあ行きます。よし、あごめんなさい。じゃ行きましょう。ワンタンチェックです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。でも俺イスタンブール行ってたんですけど、そうイスタンブールのピデって分かりますか？それがピザの元です。ピザのスタートはイスタンブールなんです。そうそう、だからやっぱり2000年前の町だから、これがほらピデ、ピデがスタートピザ。だからエスプレッソもトルコーヒーか、だから全ては全部トルコ。トルコ行ったの？それはね、まずナポリ見て、ナポリも港町、港はない、港ありますいっぱい、港町、最近行ってないですかナポリ？行けてないです。あ、ちょっとなんか伝言受け取ったの。熊本ダロッコでやってるって伝えてきます。ちょっと今 NHK 大丈夫ですか？撮影中です。どうせ企画、どうせ企画ねえな、ポシャルで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ダロックもちゃんと伝えていかないと、はい、マリノの、マリノに行ったら、今の方とは本屋でよく会うんですか？いや全然、なんかうろうろしてる。うろうろしてる。ホームレスじゃないんだけど。うん。やっぱダロック行ってよかったね。はい、やっぱ見えたね。もう味も確認したし。なんか細かいことはあそこで学べばいいじゃん。最初
鳥の糞。鳥の糞。熊本城。あ、本当だ。熊本城の完全な修復はまだ 先なんですね。うーん、そうだね。でももう普通に今見れるらしい。クレーンが、京平さんの曲じゃない曲流してるじゃないですか、うん、あれやっぱなんか調べたらやっぱそこも著作権はやっぱ発生するいやすぐ AI でチェックするはいはい。でもなんかあのアップした曲有名でしょ。あ、そうですね。なんかそういうの明記とかしたらより安全だと思うんですけど、特になんか警告が来なかったんですよね、うん、アップはしたんですけど。あ、そうなんか、いやまあしばらくまあまあ多分アップロードするときにチェックするんですよ、そういうのを。ありますか。ああ、そうそう。で、京平さんの曲はこの曲はもう著作権フリーになってますみたいな感じで言ってるわけ。はいはい。だけどやっぱ俺の曲だけかけた方がいいでしょ。まあそうですよね。ああ、それで今もあの解散した後に自分も花火大会行ってあ、行った？行きました。あのでも動物園の方じゃない逆側に行ったんですよね。でもすごい人で、でも結構いいところで見れて、でも帰りがめちゃくちゃ大変でした。そうでしょ。市電に1時間並んで、ちらーっとクーラーないでやってらんない。車であれですよ、逆側から回ってた。ああ。あの、あおちゃんとげんくんのアルバム聴きながら爆笑して帰ったっていう話。
see this. なんか隅田川のエジソンというか鈴木さんの話とか聞いてて、あの方とかって今もあれなんですかね。あそこの鈴木さんはね、いや路上も住んでない。あ、そうなんですか。そう、鈴木さんはね、浅草のなんだっけな、なんかね、あんだよ、そういう生活保護をもらう、なんかこうホテルがあって、はいはいはい、ホテルがもう全部ビジネスホテルがそのまま借りるみたいになってて、でそこでその生活するみたいな。それもう表向きはビジネスホテルって感じですか。いやじゃないのかな。あ、もうそういう場所、うん、あー、なんか見たことあるかもしれない。そういう生活研究者用のもうアパートなんで、はい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 、でそこに入ったらしい。あ、そうなんですよ、ね、うん、鈴木さんがみっちゃんは、はいはい、あの相棒のみっちゃんっていうのがいいんだけど、はいはい、みっちゃんもそれはもう結構10年前ぐらいだけどちょっと発狂しちゃって、あ、でそのまま病院に引き取られちゃった。うーん、だけど玉川のロビンソン・クルソーまだ住んでる。あ、はい、あ、そうなんですか。まだあの人はまだ住んでる。それってなんか自分も今なんか東京干潟っていうあのその路上生、玉川河川敷に住んでる路上生活者のおじいちゃんを追ったドキュメンタリー映画があって、その監督とちょっと仲良くなって、そのおじいちゃんとの家に3回くらい遊びに行ったことがあるんですけど、今も住んでて、猫をすごい、まあ今は多分5匹くらいなんですけど、映画の時はもう15匹くらいをこう育ててて、でそこの収入源は多摩川で取れるシジミで、それをまあ売ってるんですよ。で月8万くらい稼いで、そのうちのもう8割方もう全部猫の餌にして、もう自分の命よりも、もう猫の命みたいなっていうおじいちゃんがいて、なんかもしかしたら京平さん知ってるんじゃないかなと思って。いや、その人は多分知らない。あ、知らない。新庄さんって方なんですけど、もう91歳の、あ、見えてます。ラッパー
階降りた方がいい。はい。なんか今ふと思ったんですけど、3日目じゃない、この前上げた動画の3本目に京平さんのあの車のナンバーがもしかしたら映っちゃってたかもしれないです。大丈夫ですか？何も意味ないと思う。ナンバー映って何もされない。わかりました。お疲れ様でした。え、こうやったっすか？いや、じゃあ手抜きに買っていくだけ。ああ、袖添えてこれ。皆さん使ってる。ありがとうございます。で、これは
で、あ、で全部最後
Thank you.
水買ったんだけど。秘密ちょっと秘密現状ですあ、でしょ現状来るやん、俺好きやん全然嫌なんだけど俺が好きだからよし。